みなさんこんにちは速報今年の官業試験はこうだったということで、えー、先日行われました2014年度の管理業務主任者の本試験を切っていきます、えー、担当はレクセヘニコ氏亀田ですよろしくお願いしますはいそれではですね、えー、12月7日の 日曜日に実施されました平成26年度、2014年度ですねの管理業務主任者の本試験の解説となります。率直な感想です。えー、っと管理業務主任者ね、えー、マンション管理士の試験に関しては25年度、平成25年度に比べて若干ですが、えー、難しくなっていました。 一方この管理業務主任者なんですが、二十五年昨年の試験がまあ極端に難しかったということもあって、まあそれに比べればかなり優しくはなっています。今年ね平成二十六年度の管理業務主任者です。えー、まあ要因は一にまあいろいろあるんですけれども、まあ一つは えー、昨年25年で見られたような個数問題が激減しています、えー。まあ激減していると言っても25年がちょっと特殊でですね、12問の個数問題があったのに比べて今年は6問でした。半減ですね。えー、まあしかもその6問ともですね、まあそれほど大したことがないというのが今年の26年度の問題です。まあここにまあ、えー、問題が簡単になったというまあ一つの原因ですかね。 それと、えー、まあその他にも、えー、内容自体は難しいことを聞いておきながらですねこれも4択の嫌なところなんですねなんとなく雰囲気で答えれてしまうという問題も多数見受けられました例えば、えー、まあ、今年も仕分けの問題が2問出てきたんですがどちらも決して優しい論点ではありません、えー、どちらかというと まあ受験者全体があまり把握してないようなところを聞いているんですが4択の中でで選選ぶとととなんとななるんんく選べてしまうんですねそういうことから難しい問題であっても取れるえまあなんとなく取れてしまうっていうところそれからえ今年は誤っているものがどれですかっていう問題の中で4つの足見てもう一発でこの足が誤っているのが明確だからまあ数秒で解けてしまうという問題も ま設備踏まえてね、えー、多かったのが特徴です。そのあたりからもですね、実際の難易度以上に、えー、皆さん得点できているんじゃないかなっていう推測は立ちます。まあ、多少ですが、えー、ま当日ないしは翌日に報告が上がっている中でもですね、えー、かなり高得点を取っている方の報告は受けています。 例えばですね38.9点あるいは40点超えているような方の報告もありますでもう一つはですねこういうい傾向もあるんですね確かにしっかり対策を取っている人は40点近辺の高得点を取っているんですが、えーまあ、例年その合格ライン上にいる方なんですね。 えー、その方はですね一気に伸びている方もいれば逆にその辺32,3点で止まってるような方もこれも多く見受けられるんですねですから、えー、一概にですね今年26年度のカニゴム新社の合格ラインがどの辺になるかっていうのは非常に難しいところです、えー、私もですね当日問いた感覚では結構難しい問題も入っていたので、まあ、あ上がっ でも35点、えー、それぐらいにいくかなっていう感じだったんですけれども再度検証してみると、えー、難しい問題でも取れてしまうというところを考えるとそれ以上の高得点になる可能性も彼、まあえー、否定はできないところです。 こればかりはね、えー、開けてみないと分かりませんけれども、えーまあ、今回としては、まあ、全50問、まあ、できるだけ、えーまあ、30分から40分の時間の中でですね、えーまあ、どこがポイントであったかという内容的な面は見ていきたいと思います。まあ、それとですね、えーまあ、今回は一一言二言の解説になりますけれども。 えー、年明けて、えー、じっくり、えー、解説する講座を用意して、えー、用意する予定なのでですね、えー、次年度27年度に向けてさらに、えー、まあ、邁進していこうという方は、えー、年明けのね、えーまあ、詳細のお解説講座を聞いていただければと思います。はいそれでは早速ですが中を見ていきましょうかね。 内容面それから問題の配列等で大きな変更はありませんですから今回も問いの1番から、えー、民法の問題が6問続いていきますかねただし、えー、昨年と違うのは、えー、この当初の民法系統の問いの1番から6番が極端に簡単でしたねでその後のまあ会計、えー、あるいは、えー 標準委託契約書などに見られるいわゆる管理実務の問題もこれもかなり簡単でしたですから問いの1番から会計が終わるまで問いのそうです、ね、16番あたりまではですね問いの15番ですかね問いの15番それから問いの16番あたりまでは まあ落として一問か二問かっていうのが、えー、これまあ正確性をキすところがちょっときつかったでしょうかね。はいまずは問いの一番なんですが、えー、民法の可視ある意思表示の問題ですね。えー、足の一番からこれはまああの二十売買の登記の問題です。えー、足の二番虚偽表示足の三番が 詐の問題えすそれぞれの要件なんですが特にだ、えー、2番目、えー、第三者との関係でどうあるか虚偽表示ねそういったところとか、えー、3番ね、えー、第三者が詐欺しましたその時の相手方の善意悪意によって結論が変わってきますという、まあ、この辺りは多少と えー、まあ同系列資格である「宅研」のね式で、えー、かなり解けたんですで今年のもう一つの特徴は、えー、宅研試験でね、えー、問われるような論点がかなり多く散りばめられていたという点があります。でもう一つはなんですね、えー、後半の区分所有法あたりではマンション管理士で問われているような問題もこれもかなり多くれ、えー、ありました。 はい、えー、問いの1番正解詞は3番、えー、まあ、結論だけ言いますと第三者の詐欺の場面においては相手方の善意か悪意かで取り消せるか取り消せないかが変わってきますはい、えー、もちろん相手方が知っていたときはあこれは A は取り消せるという形となりますまあ、違ってる足も典型的ですのでね えー、まあこの問題に関しては特に、えー、争いはないところです。はい。問いの2番第一類ですが、えー、典型的な無権代理の問題です。そこでまあ管理組合管理業者とあるんですがその B を代理する C が、えー、無権、えー、代理権がない、えー、というケースですね。 若干足の一番、うんえー、迷うところなんですが2から4までがね無権代理の典型事例です足の2番、うんえー、A からですね催告、えー、があった時どうなるんですかそれに対して無格闘の場合はもうついに強絶というのがまあ一大論点です。はい A、は契約を取り消すことができるかとなった場合に、えー、無権代理であることを知らなかったのでね 知らなかったので取り消すかどきりこれも品質論点ではあります追認すればすればでもちろん本人がね追認すればもちろん遡って有効となるというところなのでそこもまあキーワードが確実に合っている2番から4番を丸にしていただければ足の位置いまいち聞いてるところが分からなくても消去法でね解けるところです。 問いの3番です共有で、えー、民法ね共有の問題ですがこれも典型的事例なので特に難しいところはありませんでした、まあここで言うと一つ一番下から見てね C は、えー、まあ持ち分所有者はですね保存行為はたとえどんなに少ない持ち分でも保存行為は単独でできるという一言でええー が入っていないいな番という逆時でもすぐ出てきますし「あ」から「う」ですね、えー、全部に等しくしようはね持ち分に応じてなので誤りですから足の「い」ですが占有、えー、部分なので共有物そのものの売却人は全員の同意がいる、えー、持ち分放棄すると他の相続,、えー、他の相続人ではないですね 他の共有者に記録しますと,という点で誤りとなりますということからもまあ明確でしょう非常に平易な問題です問4ですが、えー、こちらも民法賃貸借ですねで賃貸借に関しては何も建物そのものだけではなく様々なものが賃貸借対象となりますので例えば えー、足の一番ね、えー、使用貸借というのはもうこれ無償のものなので賃料が発生している以上をう使用貸借に該当するわけがありません。で、えー、この問題足の「い」と「う」に関しては多少ですね、えー、まあ総合的なまあ契約一般のことについて聞いているんですが足の「あ」が誤っているものが明らかで「え」ですね。 えーはいえー、本件賃料債権定期給付金の債権なのでマンションの管理費などと同じように5年,、うん、5年で、ねえー、時効によって消滅しますので足の絵が正しいということから明らかなように「えーえー、失礼しましまたあ」が誤っていてそして「え」が正しいので1と「2の中でもう,うえー、じゃないいい。い まあ消去法でも一番しかありえないでしょうかねまあ多少意図の論点が難しかったんですが回答を導き出すのは平易でしたはい問いの5番まあ今年の問題の典型でもありますかね誤っているものはどれかでですねこれ委任ですで委任に関してはその報告は 受任者は委任者から請求があった時と業務が終了した時ねこの時に報告するんですがもうその一言ですね請求がある時でも報告する必要はなくという時点で誤ってる誤っているものはどれか、えー、深く検索する必要はありません明らかに2番となります。問いの6 これもかなり難しい論点を聞いていながら今回は雰囲気でもってね空、えー、足の1番から3番に比べると B ですね、えー、これは使用者責任など、不法行為の使用者責任などを聞いている問題なんですが仙人もそれから監督もしっかりしているのにさすがに1番から3に比べると追わないであろうというところが推測できます。 細かい規定についてですね覚えてなくてもあるいは多少を、えー、突っ込んだ判例も乗っかっているんですが雰囲気でね溶けてしまうんですね、えー、今年のも、えー、試験の特徴です、えー、一発回答ができるものや、えー、なんとなく雰囲気で回答できるものこういうのもかなり多く見受けられましたというのですはい 問いの7番からは「管理実務の問題」なんですがこの管理実務の問題の、えー、標準委託契約書の問いの7番も正解がもうお明らかです、はいえー。よく問われる、まあ、ほぼ毎年のように問われているところですね、えー。管理事務に要する費用とか管理事務室の費用管理事務室の使用料、まあ、誰が負担するかなんですが、まあ、この点、はい、マンション管理業者が負うわけではないと。 っていうのが足の4番ですね。まず管理事務室の使用料については、これ、えー、委託契約書において、えー、標準委託契約書においては組合が負担することとなります。まあ、えー、業者は無償使用となりますのでね。まあ、その点からも誤りですし、えー、それから、えー、管理事務室に関してはその費用に関しては必ずしも管理業者が負うわけではありません。 えー、きちっと負担区分を定めてまあ,あそれぞれのね、えー、置いて、えー、管理組合が多いか管理業者が多いか区分して決めておきましょうというルールなので、えー、一律管理業者が多いというと誤りでしょうかねこの点もついてですね、えー、1番から3番ねかなり細かいところなんですが足の4番がもう誤り明らかだという問題です問いの7番でした はい、問いの8番も個数問題ですが、えー、非常に平易な問題です委託契約書の中でバツ、えー、足だけちょっと取り上げますと、えー、足のあですね、えー、義務の履行、えー、を怠って最終的に解除できないわけがないですねまあ、これも半ば常識でしょうかね それからうですが、えー、まあ、直前まで解約を待つと、これ非常に、えー、まあ、相手方も困りますね、えー、確か満了する3ヶ月前ですよね。その時に、えー、申し出てください。という点で明らかに誤っています。はい、足のいいとぅもですね。ひっかけのキーワードじゃないという点からも正しいことが明らかです。足のいいね。取り消し処分などでもちろんです。えー、えー。 更新について見込みがないので、同一条件でいわゆる断定契約を結ぶことができますという典型的なものなので、足の E と A が正しくなって、正解子は2番となります。はい。次々いきますが、問いの9番も、委託契約書 問問題となります、はいえー、問いの9番多少細かいんですが、えー、私はですね、あのー、この威嚇契約書の対策の中で必ず数度は、えー、全文ね威嚇契約書数度は明をしておくということと別表にもね えー、例えば「管理の範囲」などの書いてある別表にも必ず目を通しておいてください原文ねこれをーまあ、えー、断ることに言ってきたので一、まあ、度でも二度でもね原文を読んでいる方は迷わなかったはずでしょうもちろん兵やフェンスも管理対象部分に該当しますとなります。明らかかにっってていいいいますははい、は、えー、問いのの番これれももるど論点は民 どうでしょうかね、えー、債務の相続に関しては分割債務当然分割される債務となりますので A さんがね借金残して、えー、亡くなった場合はその子供もたち相続人たちが、えー、相続分に応じて負担していくということになりますねその部分だけ聞いている、えー、この点もですね誤っているものはどれかなのでまあ、明らかなところです問いの1 一番えー、まあ滞納に対する措置、まあの問題ですけれども、えー、多少不明な足があったとしても「運営が明らかに適切なので例えば「う」ですね、えー、これ自己中断の問題なんですが自己中断は「 確か、えー、債務の承認というのがありますそののの債務の承認の中にはですね、えー、単純に借金負ってるよっていう以外にも例えば、えー、支払猶予を申し出た場合待ってくれというなねあるいは借金ありきを認識して一部支払った場合は残り全額まで自己受毯するというのはこれはも品質論点であります。ええー、行方不明であっても高次相達に 工事相達によってできますのでまう、あ、とえが明らかに正しい適切なので他の話し多少ね、えー、不明なところ見えても回答はできるはずですちなみにこの工事相達なんですが、えー、まあ、今回問われませんでしたがねあの奨学訴訟や支払い督促手続き簡易な手続きにおいては工事相達の方法を取れませんがその点について今回は特定していませんのでね こういう調達の方法で行方不明者に対して訴え提起することはもちろん可能となります。問い十二です。管理規約などにおける会計の問題ですが、えー、まあ一言過去にも何度か聞かれた点ですね。管理費に関して不足が生じたのであればこれは。 標準管理規約上は借りることのできる旨の規定はありません、えー、終電積立金に関してね、借り入れは可能なんですが管理費、えー、足の2番ですね管理に要する費用に関しては、えー、借り入れすることはできませんとなりますもちろん この点注意です。標準管理規約によればなので、その点からも最も適切なものとなります。他誤りもまあ明確なので迷わなかったでしょうか。はい。問い十三です。まあ問いの十三、えー、若干、えー、解きにくいところですが、足の二三四が明らかに正しいので、うーんまあ。 なんとなくというわけではありませんが、えー、この足の1番どっかが誤っているかなっていう感じで、えー、解いていただければ十分です。ちなみに足の2番、うんえー、第3状況を監査して漢字は結果を総会報告するもちろんです、えー、漢字の会計監査を経て通常総会に報告して、えー、承認を受けます収支決算案ですね。 はい、それから4番ですけれども不正がある場合にはもちろん二次総会を収集する証書、えー、することができます。この辺ねあまり、えー、深く、えー、変に制索せずにすると、まあ、一番どっかおかしいんじゃないかその程度で構いません。はい問いの1415は仕分けの問題ですが、えー、まあ本当ねあね聞いてるところは難しいところだったんですね。問いの14番なんですが。 えー、この取引事実から見ると本来3月に発生すべき修理費について1月2月2と、えー、払ってるんですねそして本来3月に払わなければいけないものを100万は時期に繰り越しているということで、えー、これ実を言うと1月2月のこの、えー、前払い金として払ったものの 処理をしななけければいけない。まずはこの1月2月の前払金で払ったものの処理をしなければいけないのでまず上段のね左方が修理費として終電費として200万円右方が前払金の200万円ということでこの処理を行います。プラスアルファ3月には支払っていないといなとう、 えー、まあ事実がありますので、えー、何を支払っていないかっていうとでこの1月2月の処理と、えー、3月の仕分けを足し算すると結果的に足の4番ね、えー、終電費が300万それから、えー、前払い金が200万未払い金が100万ということになりましょうかね。で えー、確かにこれ昨年度も同じような手法で持っていかなければいけない問題が出たんですが今回の4つの足から見るとですね、えー、おそらく2番か4番かだろうそれと今回純善たる修繕なので構築物ではなかろうということなのでそうなんですね、えー、結構回答をもらった中でですね、えー、うん。 2か4か迷ったら、はい、今回はそこ、えーまあ、根本から変えていないので修繕費のはずだっていうので4番選べてしまうんですね。はいえー、この点が嫌、まあ、といえば嫌なところでしたね、えー、分からなくても解けたという問題です。問いの15番もそうなんですね。えー 初めて、まあ、保険金の処理が出てきたんですけれども、まあ、年額について90万円ですから1月分は7万5千円のはずです。そしてあ、そうか、この点だだけは、ね、認識してておいてください。くさ積立保険料はそのまま積立金なんですけれども危険保険料に関しては毎月毎月のものが発生しますのでですから未来のものに払っていく場合はその月が来れば 処理をしていいいかななけければいけないですねそうするとその処理は、えー、まあ前払い金の処理なので、えー、足の2番ですね「これしかないだろう」ということで、えー、まあやや雰囲気的に回答できたと思います保険積立金が入っているようなものは明らかになしでしょうということで、えー、そして現金が動いてないのでね、えー うん普通預金ということはありえないでまあ消去法として2番しか残らないだろうとこのように考えて解いてくださった方が多かったですで内容自体はね深くですね理解せずともできてしまうというまあ問題が今年の仕分けの特徴でしたはい問16番いきましょうかね。 消費税、えーまあ、これは解説省略しますがもう一発ね、えー、損害保険料には非課税となりますという点だけですはい問い17番、えー、まあこの問いの17番から設備建築の問題が続きますが、えー 簡単な問題は極端に簡単で難しい問題が極端に難しいというのがありましたそれとまあ,あ熱の話などかつて満感でよくできていたところねそこが、まあ、焼き回しされたっていうのが特徴として挙がってますはい、問いの17番かななりのの、えー、難問ですのででです回答できても影響はないでしょうこの内装制限というのは、えー、まあえー耐火ね、えーそれから 望遠などの目線からの規制ですというところからなんとなく雰囲気でね4番というのもあったでしょうそれから2番、えー、迷うところなんですが床、日に関しては空、日は上に登るので天井や壁の方が絶対厳しいはずだっていうところからも推測的に罰できる足があるのでね回答自体はそれほど 難しかったかというとそうでもまあこれもあの火を防ぐということを考えれば推測はできた問題ですはい、えー、問いの十八番解説は省略させてください、えー、過去に問われている明らかな論点ですのでねコンクリートの特徴ですはい問い十九番 えー、これもここまで突っ込んだ話が出てくるとは思いませんでしたが一つね、えー、まあ雰囲気というかここも最も不適切なものの中でこの、えー、自然、えー、冷媒ヒートポンプというのはエアコンとシステムが全く、えー、あ基本的に一緒なので、えー、果たして通年効率が一緒だろうかと素直な疑問で雰囲気でバツにできましたがね聞いてるところは難しかったんですがね。はい 問い20です。えー、一発誤り、えー、ここの点ですね、えー。停電時の予備電源、うんぬんかんぬんとあるんですが、六、え、十、ー、分じゃなくて三十分以上を誤りです。問い21、えー。環境では初めてですかね、この熱管流うんぬんかんぬんの定義なんですが、熱伝導と熱伝達とある話の中で、 電動はその物体内の移動熱の移動と考えて、えー、伝達は外から物に伝わるあるいは物から外に伝わる伝達この足の2番の記述は全く逆ですので、えーまあ、一度でもですね熱貫流に関して、えーまあ、勉強された方は、えー、ピンポイントでね誤ってると答えれたと思います。 はい、えー、この18、えー、失礼17から始まるもので、えー、そうですね18番あるいは20番これを確実に回答できていればそれで十分だったでしょう次のページ1617ページも設備の問題が続きます建築設備ね。 えー、問いの22番は建築基準法単純に過去でここまで怖いところがなかったのでなかなかあ回答できなかったもかもしれませんが憲兵率などのね建築面積を参入する場合において地下深いところはそれほど影響出ませんので、えーまあ、1メートル以下この1メートル以下というところが誤ってますかね1.5になってるのでねこれももし知っていれば建築基準法の用語定義のところでね、えー、一度でも目にしてい方うん というふうに考えてバツにできたかというところでしょうかね、えー、23番建築士法とあるんですがおそらく、えー、まあ建築基準法の話になるかと思います、えー、まあ設備設計などなどの問題は単純に3階以上でかつ床面積が5000平米を超える建築物となりますで、これもですね 全く知ってなかったら建築基準法等々でもですねかなり、えー、細かい論点ですのでそうすると「あ」の選択の中に2つある選択肢ですね3番3階ですね「い、e」の中では500あるのでそうですねあのどうしても手がつかなかった場合は、えー、周りの人がどうするかっていう観点になると、まあ、選べてしまうんですね。 分かりますね3が2つありりまますす5000が2 2つああその共通項である2番、まあ、こういうのも一つテクニックというわけではないんですがねどうしても歯が立たない問題に関してはこのようにすべきでしょうというところから解けた人もかなりいい報告は受けています問24です。 防犯上のですね明るさに関してはマンション管理士ではえまあ品質項目なんですが管理業務主任者でも出てきました、まあ、単純にマンションのエントランスとかえーまあメ,ールえーメールがあるところでねメールボックスコーナーなどはきちっと認識できる56数。 それ以外の建物の部分は20、そして外は3ということで、この数字を覚えていれば定義付けのものでも、えー、数字がね一つしかないので選べたと思います。だから見かけよりかは大したことない問題でした。えー、正解率はそれほど低くならないと思います。そうなんですね。えー、このページ22番から24番にかけては。 まあまああの知らなくても解けたっていうような問題が多かったですね3問とも特に、えー、取らなければいけない問題ではありませんでしたはい問いの25番、えー、からですがはい、えー、マンション管理士でも出てましたが耐震改修法ですまあ一つ、えー、もちろん、えー、既存不適格建築物なんですがあくまでも、えー、ここははい 耐震改修はえ、そうですね、区分所有建物マンションに関しては義務ではなく努力義務なので、えー、行うよう努めなければならないですね。行わなければならないと義務付けされていると、もうこれ明らかに誤っているとその判断で十分です。はい、問い26です。まあここまで専門的になるとちょっとね、えー、この問題は解けないところですが、えー、私もさっぱりわかりませんでした。 えー、後々専門家に聞いたら高、えー、圧洗浄法はね、えー、電報噴射と後方噴射があって後方噴射の場合は自走式もあるというところで誤、えー、っているんじゃないかという点ですはい、えー、間違えて何の問題もないところでしょうはい、えー、問いの27番一発回答してください、えー、見直し表も,もちろん含みます不適切です 問いの28番、まあ、これもかなりガラスに関して専門的でしたがこういう感覚を持てるんですねまず、えー、服装ガラスに関してはしっかり認識しておけばね服装ガラスというのはガラス板とガラス板の間に空気を入れてその空気が熱を伝えにくいという性質を利して、えー、外からね、まあ、断熱効果などにかなり効果が出てきます。 とということはその対比として合わせガラスなどは、えー、空気入れるということはこれひょっとして足の3番と1番の規律が逆じゃないかと服装ガラスの定義が分かっているとね服装ガラスがこの足の1番の定義となります。そうすするとですね、えー 服装ガラスはそのお、まあ、熱の通しやすさについてかなり、えーまあ、断熱効果が発揮するというところなのでまあ果たして普通のフロート板ガラスなんかがと同様なわけがなかろうということで最終的に消去法として足の2番が残っていくんではなかろうかということで服装ガラスのですね性質をしっかり、えー、認識していれば取れない問題でもなかったかなと思います。はい 問いの29番からはですね、えー、区分所有法、それから、えー、標準委託契約書、まあ複合的な問題がずっと続いていくんですが、特徴ですね、えー、かなりマンション管理士の問題に近いような問題が多く、そしてマンション管理士で勝って聞かれたところね、そういうところが問われています。はい、えー、簡単な問題と難しい問題が両極端です。さらっ とだけ解説させてください。問いの二十九番なんですが、もうこれ明らかな問題ですが、えー、足のアーカーがもう、えー、誤っているところが明らかですので、えー、不適切なもの三つと答えてください。問いの三十番です。普通検査でできないものですので、えー、普通検査でできるまあ軽い感覚 えー、要は経常雇用の著しい変更を伴わないものが1番から3番までだって認識できれば残りさすがに太陽光あ発電のための屋根置きはね著しい変更を伴うであろうという判断から、えー、回答は導き出せます。問い31ですはい 誤っているものはどれかとなるんですが、えー、漢字の任期ね、えー、もちろん3年以内の範囲で変更できるとまあこれはもう,もう、えー、条文通り規定通りですので、えー、特に足の2番に迷ったとしてもそれほど労を要するものではなかったでしょうか。えー、29番から31番は比較的取りやすかったです。えー、32もね典型問題です。はい、えー、こうでしたね 管理組合法人の問題ですが管理組合法人に関してその、えー、理事はあくまでも法人の代表、えー、まあ、えー、いわゆる手足機関に過ぎないので区分所有者を代理理すするのはあくまででも管理組合法人自身ですそれから訴えを起こすのも管理組合法人自身です。理事ではないという点これもう過去の品質論点なのでそこを掛け合わせた問題だけです。えー、問いのにも 平易なな問題ははずです、はい33番若干解きにくかったです個数の問題でね、えー、この問題はまあ落としても対して出、えー、まあ影響は出ないというところですかね。えーまあ、足のい、e、いだけが誤りでしょうかねで、えー、この点は規約そのままなのでね、えー、理事長ではなく招集したものでしょうね。 そこがあ消々するということで不適切なものは1個ということで足の1番が正解となります。34番敷地に関してはあまりええ官業ではね出ないところでしたがみなし規約う失礼しましたみなし規約敷地だ、えー、というところをしっかり入れていただければ4番ね誤りが明らかです。問いう35 少し解きにくかったんですが足の2番、えー、足の3番足の4番あたりですねあのー、あくまでも区分、えー、省法から考えるとその用途は自由だっていうところから推測はできた問題でしょうかねそしてまあ,あ足の1番、えー、2,3,4がその用途が自由だというところからの結論として 切れ,切れるというか正しいと判断できれば残りの1番が回答できると思いますただしこの35番もかなりの難問ではありましたはい一方36番雰囲気で解けるという問題のまあ一例ですがえー、ここですねえー、解釈を設けなければならないと言い切ってしまうと明らかに誤りとなるでしょうかね。 エレベーターなんですけれども規約で定めておかなければならずという点でも、こうですね。これえまあ標準え管理規約なんかではまあ使用頻度問わずということもありますので、その辺からの推測もできたかと思います。はい、三十七も個数の問題ですね。標準管理規約に話は戻っていますが、足の合う 失礼しました「あいう」が明らかに誤りですので足のええー、まあだけです正しいものはね適切なものははい38えー、まあ昨年のかマンション管理士の問題でねこういうまあ過料制裁があるものがどれかって出てきたんですがこれも知ってるか知らないかだけの問題ですので、えー、落としたとしても全く影響は出ませんはい 問いの39これも、まあ、判例のかなり難しめのところを聞いてきた問題ではありますが、えー、そうですねさすがにですね経営観見といえども良好な計画の計画を享受する利益を超えては認めることはできないんではなかろうかというのでまあ雰囲気的ですね。えー、それとと足の1番と3番、明らかに誤っています。対して、えー、2番ですね。 えー、契約の原則的な考えね個人間の契約は特定証券人に及ばないのはこれはもちろん大原則ですのでそこのまあ兼ね合いから見ると足の4番しか残らなそうだなということからも回答はできました。 問いの40番からも民法系統が続いていきますのでが40番からは非常に容易です。民法ですので、えー、貸し担保責任ねで、えー、問題文の中に「宅建業者ではありません」それから「民法」と書いてあるので、えー、特約は自由です。はい、以上ですし、えー、解除したとしても損害賠償することができる。 明らかに誤っています。することができないというのはね。四十一番品格法ですが、新築、えー、失礼しました。対象となる新築住宅の定義ね、ええー、完了の日から一年を経過してない。それから、引き渡してから十年という、まあ、数字と起算点だけですが。えー、何のこともない問題ですね。はい。問い、ええ、四十二ですが、多少を二番に止まって。 損害保険金、えー、の契約は管理に関する事項ですから理事長は保険金の受領を代理しますから床面積割合で、えー、保険料ですということで134が明らかに正しいというところからもね正解は導き出せるはずです。はい、43番釈迦釈迦法法、ね、今回はでででしたね一発ですね発す、えー、の中で 1年未満の契約期間を定めた場合は期間の定めがなしになりますので1年となるわけではないですという点のピンポイントで誤りですね。 44番、消費者契約法、えー、まあ民法商法などを排除するものですけれどもそれ以上に保護規定である他権業法などは優先させていきますので消費者契約法が優先するわけではありませんということでもうこれも過去に何度か聞かれている論点で明らかにピンポイントで誤りとなります。はい、45番、えー、宅建業法なんですが、初めて、まあ 媒介契約について聞いてきました。まあ今まではですね、まあ貸し担保責任の特約の制限ないしは重要事項の説明、えー、オンリーだったんですが、まあ去年からちょっとずつですね、えー、広がってきましたかね。えー、宅建などの資格をね、えー、持っている方なんかはまあ,あなんてことない問題でしたがあ、まあ若干対策取ってない方については辛かったかと思います。えー、正解は二番で、えー、もちろんその別を記載しなければならないとなります。 えーまあ、迷うところは4番なんですけれども、えー、業務処理状況の報告7日に1回仮に千人媒介契約の中で専属千人の場合は1週間に1回なので、まあ、それと同等なので、まあ、有効であることは有効でしょうということで誤りりとなります正解は2番です。はい46番から、えー、50番までがですね、えー いるマンンション管理適正化法からでです特に難しし問題はありませんでしたね、えーまあ、ざっとだけ見ますと問いの46番、えー「不適切なもの」まあ明らかにマンション管理業者じゃないですね、はいえー、組合自身ですのでそれからマンションの定義なんですが2以上の空分所有者1以上の住居、はいえー、1の所有ですから明らかに誤っています。 問い48ですが、えー、まあ、若干難しかったですかね特に足の A ですね、えー、まあ、そこだけ、えー、しっかり、えー、押さえていけば大丈夫だったでしょう 1A から U に関しては先、えー、人のね、えー、カニゴム主人者の数ですが足の A、まあ、これ2週間以内にやってくださいという点ですね EU は人数だけの問題なので A、えーえー 専任の、えー、意味合いを考えるとね、えー、一方で宅地建物取引主任者がですね、えー、まあ、専任になっている場合は管理業務主任者を兼ねることはできるわけがないですよね。2つの仕事ができるわけないので、でまあ、ただ注意してほしいのは、まあ、今後の対策なんですが、えー、あくまでも。えー 取引主任者、えー、まあ、竹の取引主任者ですが、専任であるから。あえて違うところでも専任のね、管理業務主任者はなれないというあたりでしょうか。はい、問四十九、えー、ないしは問五十ですが。まあ、誤り正しいものが明らかです。問いの四十九ですが、えー。範囲縮小しているのに、同一契約となるわけがないですかね。たとえ減額していたとしてもね。 はい40失礼しました50ですが若干に,に不安が生じたとしても1それから専任である必要はないという3番ね明らかに誤っていますそれから従業者であることの称する署名これももちろん義務付けられていますという点で134が明らかに誤っています。 本当にざっとでしたがね、えー、で、えー、今年に関しては特に問題によってこ、えー、こちらののの回答もも考えれるかというのも、まあ、今のところは見当たりません、えー、やはり今このように振り返るとですね、えー、確かに解きやすかったということではかなり解きやすかったと思います。で、まあ、こればかりは合格,合格推定ね、えー、どれぐらいになるかっていうのは、まあ、年が明けて発表をまあ待つしかありませんのでね でもう今年明らかにねあちょっと足りないなっていうことは方はそうですねこの管理業務初心者の試験あるいはマンション管理士もの試験もね、えー、振り返りながらそしてもう一つはそうですね近年多い、えー、宅建のね試験なんかでもおまあ、あのー その問題が今度は管理業務主任者あるいはマンション管理士に焼き増しされて出題されていますので、まあ、総合的にです、ね、見るような形で対策を取るようにしてください。はい、それでは速報今年の管理業務主任者完了試験はこうだった、まあ、一行一言解説でしたが終了いたします。お疲れ様でした。